向井真理子です。私は死生児パパは誰だったのかしらママは精神異常ということで片親とさえ一緒に暮らすことを許されなかった痩せこけて神経質だった私は「ネズミ」というあだ名をつけられて 野良猫のように拾われては捨てられて十二回も里子に出されたのそんな私には自分の家と呼べる場所はなかったスタジオの片隅でタオルを巻いてネズミのように初めてのヌード 胸が震えて。お願い。背中からにして。白い肌輝き喝采の吐息が渦を巻いて。熱い視線で体が震えお願い。背中からにして。街にあふれる私？私キラキラ輝いているけれど。初めてのヌード。 夢が震えて。お願い。背中からにして。くまのくま子がお絵かきをしていると。僕もお絵かき。そう言って弟の熊田がやってきました。もう熊だったらどうして私とお同じ絵を描くの？くま子がお気に入りのリボンをつけていると。 僕も <laughs> リボン。そう言ってクマタもリボンをつけ始めます。もう知らない。クマ子はお散歩に行くことにしました。するとクマタもついてきます。もう私のマネコばっかりしてクマタなんて大嫌い。 子は思いっきり駆け出しました。熊太は必死に追いかけてきます。ああ<っ>、熊太が転んでしまいました。<laughs> 熊太、大丈夫？<laughs> もうそんなに走るからよ。だ <laughs> ってお姉ちゃんが <laughs> もう <laughs> しょうがない子だね。 くまことくまたはお散歩です。1人より2人の方が。ちょっぴり楽しい気分です。